どうも、レオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは竜が如くオンラインガチャ引いていきたいと思います。はい。ポチがこの前ね、まあ、ちょっと残念ではあったけど、男性版のね、うん、真島さんと南の水着をやってたんですけど、うん、はい、僕はまあじゃあ女性側というと、うん、いやー、最初さ見たんだけどさ、うん、この花ちゃん、花ちゃん誰って一緒になっちゃってさ、誰だか分かんなかった。新キャラまさかのって思ったけど、花って書いててびっくりしたわね。でここまあコーレンなんだね。2人ともコーレンかな。2人ともコーレンなのか。あ、ほんとそうだね、うん、でナイールも水着になって、ナイールも一瞬分かんなかったけどね。そうだね。まあでもこの髪の長さだったらまあナイールかな、ナイールかなぐらいの感じだけど、うん、あれだね。まだであと他の休日、前の休日のキャラも出てくるってことらしいから、はい、KSR 出たら水着が一人は確定ってことらしいからさ、おお、10連行こうと思うわ。よし、行くぜ10連。誰出てくれても嬉しい。来い来い、赤文字が来い来い、来るよこれ。来たわ、赤文字だわ。来た。うん、あれ、うん、あ、でもロードはまあまあ長かった、まあ、よっよっ。いや下がるなって、それは下がらないで欲しかったな。いや、まだまだ、あ、いや、うーん、は、なんか色変わる雰囲気が、はあ、どっちか水着であれであれ。おー、あ、次、はい、いつ、あ、上ら、全然全然だったな。マジか。いや、もうじゃあちょっと単発あと1回だけ、単発これで出たりするんじゃないの。来るよ、来ることもあったりするんじゃないの。来る来る。はい。えい。えい。もうやめよう。出んかった。残念。残念。まあでも、うん、普通にセレクトゲージたまるし、うん、ちょっと狙えたらもうちょっと回してみようかな。うん、動画外にはなるけど。うん、いやー。まあ、せっかく夏が近づいてきてるので、水着キャラ1体ぐらいはさらに欲しいかな、うん、と思いながら、まあ引き続き楽しんでいこうと思いますよ。はい、はい、じゃあ今回ここまで、最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。